はい、それでは第36条。まずはね、これ長いんです。非常に。ですから、1項から4項までというところですね。載せているのは。はい。でね、長いので、ちょっと私もこれ読んでる時間はないんですが、はい。この改正って、実はね、大企業と中小企業では、施行時期が1年ずれているんですね。大企業の場合は平成31年4月の1日から、ね、適用されます、施行されますが、中小企業の場合にはその1年後、まあ元号がまだわからないのでね、平成32年4月の1日からなので、あまり細かいところまでは出題されないんじゃないのかなって気はするんです。とすると、一つ気をつけておきたいのは、この法律の条文ですね。これをまずしっかり読んでもらいたいんです。そして、どこが空欄として抜かされても、ちゃんと正しいものを選べるようにしてほしいんですね。これがね、やっぱり先決だと思うんですね。はい、じゃあ、すいません。非常に長いのでね、ちょっと読んでると時間がもう足りなくなってしまいますから、きちっと皆さんはね、条文をまず読むということをね、やってくださいね。さあ、それでは。はい、まずは今言った施行の時期ですね。マーカー入れますので、きちっとね、確認をしておいてくださいね。この36条の改正の施行は、大企業の場合は平成31年4月の1日なんですね。はい、しかしね、一定の中小企業の場合、どういうのが一定の中小企業かっていうと、これね、割増賃金のところでちょっと勉強しますので、ちょっとね、置いといて、ね、一定の中小企業の場合は、まあ、元号がね、どうしてもまだわからないので、平成32年4月の1日施行。はい。ね、というふうにね、大企業と中小企業で施行の、ね、時期が1年ちょっとね、中小企業遅くなっているんですね。ですから、まあ甘いかもしれませんけれども、あまりね、細かいところまでは出題されないんじゃないのかなって気はします。でもね、まあ1問はおそらくね、必ず出るんじゃないかな。ね。はい。さあ、でもね、改正前と改正後っていうのは、ちょっとこれはもう、見ていただければいいんで、労働時間の原則と例外、それから例外のまた例外。ここからまずしっかり、ね、基礎を固めていきましょう。まず、労働時間の大原則は32条ですね。法定労働時間で1週40時間以内。ね、1週40時間まで。これが上限でしたね。特例事業の場合は1週44時間。いいですね。10人未満の商業とか映画演劇業とかね。で、かつ、1日は8時間以内。はい。これが法定労働時間の大原則です。だから本来はこの時間を超えて働かせることはできないんですね。本来はですよ。はい。しかし、例外です。どうしたってね、この時間では守れないっていう、ね、場合もあります。いろんな事情でね。そこで例外として、サブロク協定という名前の労使協定、ね、これ実際に本試験でもいわゆるサブロク協定、サブロク協定という名前の法律用語はないんです。だからいわゆるサブロク協定とかいうふうに出します。あるいは時間外休日労働協定、こういうふうにね、出題することもあります。はい。じゃあ、このサブロク協定、あるいは三六協定とも言いますけどね、これをもう締結します。で、必ずいいですか、所轄労働基準監督署長に届け出をすることが絶対条件なんですね。つまり、このサブロク協定が有効になるためには、届け出をすること、締結するだけではダメなんです。締結をするだけはまだ無効なんです。いいですか、届け出ることによって、初めて労使協定としての力が発生するという意味で、いいですか、まずは締結が先にありますよね。で、はい、
届けれます。この届け出て労使協定としての力が発生することを効力発生要件って言います。はい、これはねサブロク協定だけなんですよ。労使協定って労働基準法では14個あるんですよね。だけど届け出ることが効力発生要件だっていう労使協定はサブロク協定だけなんですね。はい、そうすると時間外労働だとか休日労働が可能になります。ただここで免罰的効力あるいは免罰効果っていうこともあるんですが、これ後でねちょっと判例を交えてお話をしますので、ちょっとね、マーカーだけ引かせていただいて、はい、待っててくださいね。ではここはもうぜひ覚えたいのがですね、これです。このサブロク協定をね話し合って締結して行政官庁に届け出る。そうすると、まあ、時間外労働だとか休日労働させることができる。でもその時間外労働とかは、はい、1ヶ月あたり45時間以内、45時間が限度、かつ1年で見ると360時間が限度。これはねもう絶対に選択式で抜かれてもですよ、ね、必ずこの1ヶ月45時間、いいですか、1年で見ると360時間、まあ、大体ね1ヶ月をまあ30日とみなせばね、1年1日に1時間時間外労働すると360時間になりますよね。実際にそういうふうな計算で360時間が上限、ここに決めたんですね。はい、これ選択式で抜かれてもこの数字は必ず、ね、言えなければいけません。はい、これ従来は改正前はね限度時間基準、そういう告示っていうもので法律に、告示というもので定められていたんですが、告示ってね法的な拘束力がないの、ね、だからこれを法律に格上げをして、そして法律的な拘束力を持たせることにしたの。だからかなり厳しく指導されます、守らないとね。はい、さあでね、これが例外でしょ。さらに例外、例外のまた例外があるの。これを特別条項っていうんですね。はい、この1ヶ月45時間、1年360時間でももうまだこれもね少ないよ、もう仕事がいっぱいあるよっていう時に特別条項といってね、サブロク協定2枚あるんですけど、2枚目にまた書くんですね。はい、特別に条項書くんですよ。でこれさすがにねあまり長い時間だと困りますよね。もう1年間ずっとね長いと困ります。過労死の問題につながりますから、1年につき6ヶ月、これを限度にします。はい、この特別条項をつけたサブロク協定のことをねよくね特別条項付きサブロク協定、まあ、こんなふうにね言うこともあるんですね。はい、じゃあまずこの特別条項、これは1年につき6ヶ月が限度だっていう、ここも要注意。はい、そしてこの特別条項をつけたサブロク協定のことを特別条項付きサブロク協定、ね、というふうに言います。まあこれ、正確な法律用語がないんです。だからまあ一般のね言葉で言う特別条項付きサブロク協定、試験でもねいわゆる特別条項付きサブロク協定って出てるでしょね。でね、どういう時にこれ認められるかっていうと、括弧書き、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合、ね、絞ってるわけだ、単純に忙しいからという理由じゃダメですから、ちょっとここのあたりもね、はい、変わってるんですよ表現が。通常予見、ね、この予見という言葉は法律ではものすごく重要なんです。特に刑法という法律ではねすごく重要ですから、この通常予見することのできない、
ね、だから予想することができなかった、想定外のことが起きちゃったっていう感じね。そういう業務量の大幅な増加があった。でそれが臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある、ね、はい、どうしてもその仕事をやらないと納期が間に合わないとかね、お客さんに迷惑かけちゃうだとかね、そんなイメージですよ。はい、じゃあこういう時はね、特別条項では1年あたりいきますよ、720時間が上限なんです。はい、1年360時間は原則ね、これを720ですから、ちょっと2倍にした数字だから、これ覚えやすいでしょ。これは出ても大丈夫だよね、720時間で。かつです、はい、休日労働を含めて単月1ヶ月で100時間、はい、未満に気をつけてください。休日労働を含めて単月というのは1ヶ月ね、1ヶ月100時間未満。はい、ここは100時間以下にすべきだとかね、100時間未満にすべきだとかね、これ労使がちょっとね争っていたんですね。そしたら安倍総理大臣が出てきて、じゃあ100時間未満にしようじゃないかということでね、もう安倍首相の一声、鶴の一声で未満になっちゃった。だからこれギリギリもう100時間はダメなの、ね、99時間とそれから、59分、ね、そういう感じだね。まあ秒の単位までは言うことないと思うよ、ね、99時間と、59分59秒ね、これね、守らないと罰則があるんです。この罰則をつけたというのも画期的なんですね。今まで直接的な罰則ってなかった、だからここも要注意で、かつ、はい、2ヶ月から6ヶ月を平均して、つまり2ヶ月で平均しても、3ヶ月で平均しても、ね、4ヶ月で平均しても、5ヶ月で平均しても、6ヶ月で平均してもっていう意味なんですよこれ、ね、とにかく2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月で平均しても、休日労働を含めて月、今度は80時間今度はいないです、未満じゃないです。だから80時間ぴったりは OK、ね、100時間ぴったりはダメ。ここしっかりね、このあたりもう問われてもおかしくないよね。だから要注意。はい、2ヶ月から6ヶ月を平均して、休日労働を含め、これもね重要かもしれないね、あ、重要だね、ね、休日労働含め月80時間以内。さあもうこのあたりはもう全部重要かな、このあたりはね、休日労働を含め、はい、100時間の方は未満だから100時間ぴったりはできない、80時間の方は以内だから、はい、80時間ぴったりってのはできます。はい、こういうことが特別条項として6ヶ月を限度にできるわけ、ね、そして1年間あたりは720時間以内、だから360時間以内っていう原則がまずあって、この特別条項ではそれが2倍となるわけだね。はい、まあこのあたりももう、はい、選択式を意識して勉強した方がいいんじゃないかな。この数字とか未満とか以内とか、このあたりって出されて絶対解けなきゃいけないからね。はい、じゃあもうこのページのこの図はものすごく重要だった。